成城上都の城ではこれからアンケートをもとに選ばれたおすすめのお店ご紹介していきます。第1弾はひんやりスイーツということで、こちらミルクハウスご紹介します。こんにちは。こんにちは。どうも新島さんですか。はい、そうです。あ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。うちはおじいちゃんの代から酪農家で。え、じゃあベースは酪農家さん。そうです。一番のおすすめは何ですか。こちらです。白熊。これから白熊を作ります。3段階に練乳がかかってて、中に入れて、でまた中間に入れて、またえ、じゃあ練乳をふんだんに使ってるってことですか。はいはい、大きくないですか。いや、ペロリいけますよ。いや、びっくりするぐらい大きいんですけど。うん、すっごい優しい甘み。ミルクの優しい甘さですね。そうですね。美味しいソフトクリームですね。北海道産です。こだわり抜いたかき氷ということですね。そうですね。クレープなんかもあるんですね。アイスクレープのイチェクオカスタードもあります。すごい重みがあります。うーん、赤ちゃんの頃から来てたっていう子が赤ちゃんを抱いてきたりとか、それがずっと続くように。そうですね。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。続いては老舗のフルーツ店、田中フルーツのひんやりスイーツです。石井さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。祖父が戦後バナナのたたき売りを始めた時からずっと地元に愛されて根付いて、はい、おかげさまで。マンゴーパフェがすごく美味しいっていう風にアンケートで聞いてるんですけど。はい、ありがとうございます。マンゴーパフェです。すごいですね。どっから見てもマンゴーですよ。いただきます。マンゴーのレベルがまたすごいですね。松尾用のマンゴーをそのままおろしてきてるので。じゃあもともとは商品として出るはずだったものが今一番美味しい状態で来てるってことですね。はい。なんだこの贅沢は。うわー、すごい。何これ、宝石みたいなんですけど。お客様の求めている商品などを作っていけたらいいなって。ちょっと楽しみですよ。視聴者おすすめのひんやりスイーツ試してみませんか。都城市の提供でお送りしました。